羽生ュユズル選手のオペラ座の怪人再演は彼の精神と情熱の深い表現であった。封印から解き放たれたプログラムの意味。羽生ュユズル選手が3月30日に始まったスターズ・オン・アイス大阪公演で久々に披露したオペラ座の怪人。彼の滑りは長年培ってきた技術と情熱がそのままに現れていた。その滑りの裏には彼の心に刻まれた深い思いがあった。 大阪公演初日の彼の登場は、静かな緊張感に包まれていた。リンクに伏せた彼がゆっくりと顔を上げ、一筋の光が表情に描く美しいトレースとなって現れた。この時点で、観客たちは彼の滑りに期待を寄せていた。オペラ座の怪人は、彼にとって特別なプログラムだ。2014年から15年のシーズンに披露されたものであり、その後長い間封印されていた。ハブ選手自身が、 このプログラムに込めた思いを次のように語っている。この、オペラ座の怪人は、中国杯での事故や病気、怪我などの苦しいシーズンだったので、長い間、もう滑らないと決めて封印してきたプログラムでした。彼の言葉には、困難に立ち向かいながらも、その中で真を失わずに成長してきた彼の心情が反映されていた。ハブ選手にとって、オペラ座の怪人は彼自身のストーリーでもあるのだろう。 苦難を乗り越えたハブ選手の決意。ハブ選手は過去のシーズンにおける様々な苦難を経験してきた。中国杯での衝突事故、全日本選手権後の回復手術、そして練習再開後の捻挫など、彼にとって壁は山積みだった。しかし、彼は決して屈することなく、その度に立ち上がってきた。壁を越えた先には壁がありました。でも、僕は人一倍よく深いから。 課題ができたらそれを超えようとしますと彼は語る。彼の言葉には、彼の強靭な精神と、困難に立ち向かう決意が感じられた。再演の背景にある思い。オペラ座の怪人を再演する理由について、ハブ選手は次のように述べた。東京ドーム公演で初めて滑って以来、もっと完成させたものを、体力のあるしっかり滑りきれる状態で皆さんに届けたいと思って、今日滑ることにしました。 この大阪の会場では、衝突事故のすぐ後の NHK 杯で滑っていて、あの時は事故の影響も少なからずあって、うまく滑れませんでした。そういった意味でも、この会場で良い演技ができたらいいなという思いを込めて滑っています。彼の思いは滑りにそのまま現れていた。彼の滑りは、決して安易なものではなく、その技術と情熱が見事に融合したものだった。プロの背中を押されて、ハブ選手は、 最近のハードなスケジュールについて、プロという肩書きが彼の背中を押していると語った。このスターズオンアイスはアマチュアとプロが集まり、それぞれが全力でプログラムのテーマを皆さんに伝えようと頑張ってるショーです。僕もプロの一員として何かをお届けできたらいいなと思い、久しぶりに、同ショーで、滑らせていただきました。彼の言葉には、責任感と観客に対する思いやりが感じられた。彼の滑りは、 単ななるる技術ののの展示でではなく、心からの感動を伝えるものであった。フィナーレを迎えて、大阪公演の羽生選手の滑りは、彼の選手としての歴史と苦難を乗り越えた姿が反映されていた。彼が、オペラ座の怪人を再演する背景には、彼自身のストーリーが深く絡んでいたことが伺える。彼の滑りは、まさにその名の通り、オペラ座の怪人のように妖艶でありながら、内に秘めた情熱と熱意が溢れていた。 彼の未来には、まだまだ輝かしい物語が続いていくことだろう。